皆さん、ETC カード、有効期限、切れてませんか切れてない <laughs>。ということで、この前ですね、僕あの、あのー、なんだ、ET、あの、楽天カードを使ってるんですけど、楽天カードと楽天カードの ETC カードを使ってるんですよ。で、えー、楽天カードの更新は届いたんですよ。だけど、ETC が届いてないんですよ。で、 あの、ETC のゲート届くともうちょっとで期限切れですよって出てて、電話したんですよ。で、電話して、ちょっとびっくりしたのが、ET、あの、楽天の、えっと、そのカードの、あの、更新はね、別に普通に来たんですよ。で、届いてないんで電話したら、審査ありますって言われて <laughs>。え、どういうことみたいな <laughs>。え、審査あんの再審査あんのみたいな。マジでみたいな。ETC ですよ。 なんか、まあ、その、オペレーター、オペレーターの人がちょっと、あの、ね、あの、分かってないのか、もしくは、それが正しいのか分かんないですけど、だって、まあ、100歩譲ってですよ。100歩譲って、その、楽天カードの本ちゃんのカードが、こうなんか、再審査しててね、審査を、通ってないんだったらわかりますよ。まだしも。だけど、普通に届いてるわけですよ。本ちゃんのカードが。で、なんで ETC カードまた審査あんねんみたいなね。どういうことみたいな。 え、これ落ちたらどうすんのみたいな。使えへんやんみたいな。思ったんですけど、まあ、電話してちょっと一週間ぐらい経ってから、えー、まあ、結論ですね。届きました。ETC カードね。はい。無事、再審査されたのかどうかわかんないですけど、届きました。これ ETC カードはね、結構な、5年ぐらいかなこれですね。楽天の ETC カード。はい。こちらですね。 で、えっ、ー、と、楽天はここで、まあ、書いてある通りね、あの、この100円のご利用につき1ポイント楽天ポイントが貯まります。なので、僕、楽天の ETC カードを使ってるんですけど、めちゃくちゃいいですね。で、あとは、この、ダイヤ、プラチナとダイヤモンドのレベルになると、年会費が無料になります。だから、まあ、ある程度ね、楽天市場で商品買うとかね、してれば、まあ、ある程度ですよ。 全然買ってないんだったら無理ですけど、プラチナとダイヤモンド。で、僕ちょっとこの前ね、買わなかったんであんまり。プラチナに落ちたんですけど、そんなにプラチナの、うん、縛りってあんまないんですよ。あまあ、まあ、もうめちゃめちゃ厳しいかっていうと、僕ダイヤモンド歴が、ダイヤモンド歴が結構8年、これもう楽天カードを使っても10年ぐらい経つんですよ。で えっと、た8、7年ぐらいはダイヤモンドだったんですけど、最近そのヤフ,ーヤフーショッピング結構ポイントばらまいてて、昔までは楽天オンリーだったんですけど、今ヤフーショッピングでも買い物するし、あとアマゾンですね。アマゾンでもちょいちょい買い物して、昔は楽天一,一発ばりだったんですけど、ちょっと分散しちゃったんで、まあ、ちょっと頻度がね、落ちてしまって、プラチナに落ちました。この前。プラチナランクに。 だけど、まあ、プラチナでも無料なんで、プラチナだと、プラチナだと、ちょっと調べてみましょうか。プラチナだと、楽天、プラチナ、会員。楽天のプラチナ会員のランク特典ですね。プラチナのは、プラチナは仕組み、仕組みですね。 プラチナは過去6ヶ月で2000ポイント以上かつ15回以上のポイントを獲得と。2000ポイント。だから買い物をして楽天カードで買い物をして、えー、2000ポイント。つまり、100円で1ポイントじゃないですか。うん。まあ、そんなに、まあ、23、20万ぐらいってことかなまあ、ちょっと計算してください。6ヶ月間で20万ぐらい使えばいいのかな まあちょっと調べていただければいいと思うんですけど、ダイヤモンドはの場合は過去6ヶ月で4000ポイント以上かつ30回以上のポイントか獲得かつ楽天カードを保有っていう感じですかね。うん、僕今プラチナランクなんですけど、うん、まあ、そんな感じで、まああの楽天が一番コスパがいいです。でね、あのね、これあの <laughs>、なんか弁護士の人がアメックスの あのブラックカードあるんですよねチタンとかのブラックカードでそれを紹介してたんですよだけどあのぼったくりカードって言っててなんかその人が言ってたのがその結論使ってないらしいんですよそのねあのブラックカードあるけどでなんでかっていうとそのなんか1回払ってで2回払って3回目払うとぼったくられるみたいなこいつ金持ってるぞみたいなで最初わーってなるらしいんですよね だけど、あ,あ、この人お金持ってるんだな、じゃあ、ちょっと上乗せしても全然大丈夫だろう、みたいな。結構ぼったくられるんですよ。で、結局、その、あの、オチが面白かったんですけど、え、マジでみたいな。まあ、結局その人もね、楽天カード使ってるっていうね、ポイント貯まるんで、みたいな。マジかみたいな。ブラックカード保有してるけどね、えー、楽天のね、カード使ってる。じゃあ、もういらねえじゃねみたいなね。ブラックカード、なんか、しまってるらしいんですけど、 まあ、あれじゃないですかね。なんかその、まあ、経費的な部分もあると思うんで、あれかもしれないですけど。だって、年会費ね、30万ぐらいするんですよ。プラチ、あの、ブラックカードのチタンのやつ、確か。年会費30万ぐらいするんですよ。で、使わないみたいな。<laughs> まあ、節税対策なんか分かんないですけど。まあ、楽天がもう本当一番いいです。年会費無料だし、あと、この ETC もね、ポイントつくし。うん。 まあそんな感じ、もし楽天カードを持ってない方は、まあこの YouTube の下に楽天カードのを入れとくので、まあ楽天はね、1枚持っといた方が便利かなと。僕10年以上使ってるんで、うん。そう。楽天カードはね、一番いい、かあのポイント還元率がなんだかんだ言って、小回り効くというか、まあ他にもね、ポイントめっちゃ還元するカードなんかあるんですよ。 だけど、使い勝手がいいのは楽天ですかね。あとなんか不正とかなんか楽天カード不正があるどの子のみたいな情報ありますけど、僕10年使って、それなかったっすね。まあ10年間全部細かく毎回毎回明細見てるわけじゃないんでわかんないんですけど、まああとね楽天のいいところって、その楽天アプリの楽天カードアプリっていうのがあるんですよ。で、これがすごい見やすくて、あの、それが便利なんですよ。だから、 あの、楽天カードアプリで、明細、か、簡単に、その隙間時間とかで、明細見れるんですよ。で、あと、家計簿とかも付けられるんですね。まあ、僕ちょっと付けてないですけど、だから、その、自分が、え今月いくらまでとかね、もしくはデフォルトいくらまでしか使わないようにするみたいな設定もして、そうすると、なんかグラフが出てきて、ちょっとオーバーしてますよとか、そういうふうに、視覚的にも見やすい、管理しやすいっていうところで、ヤフーカードさんはね、その、ヤフーカードアプリみたいなのないんですよ。 楽天さんはその、そういうね、グラフで出たりとか、すごく見やすいので、まあ、楽天すごく管理しやすいなっていうところですね。まあずっと使ってるんですけど。まあだから ETC もね、ポイントつくし、これは結構いいんじゃないかなと思いますね。うん。はい。ということで、まだね、楽天カード持ってない方は、この YouTube の下に入れておきますので、あとは、まあ、ETC カードにもね、あの、なんだ、えー、っと、有効期限があるってやつです。 結構ね、これ有効期限あんのみたいなね、知らない人いたりとかするらしいんですよ。最近は、まあ最近ではまだ見てない人多いかもしれないですけど、なんかその通過するときにもうちょっとで期限切れですよって出てくるんですよ。でも出てくるけど、ちょっと出てくるだけなんで、まあ、ぶっちゃけその見てない人もいると思いますし、僕たまたま気づいた部分もあるし、あとはその楽天カードの更新来たけど ETC カードの更新が届いてなかったんで、 違和感があったっていうのもいろいろあるんですけど。はい。で、ETC カードの有効期限が切れた状態だったら、もちろんそのカード使えないじゃないですか。ね、有効期限切れのカード、だからゲート開かないと思うんで、開か,開かないんじゃないかな使いませんみたいになると思うんで、まあお気をつけいただければいいんじゃないかなというところです。はい。ということで、今回 ETC カード発行の裏話です。ね、ほんと再審査してるんですかねこれどうなんだろう。<laughs> いや、100歩揺すって <laughs>。 本ちゃんのカードが通ってないんだったら、あれだと思うんですけどね。うん、その更新ね。別に、だって本ちゃんのカード、別に連絡も何もないですもん。今から審査入りますねと、と。有効期限が間近なんで、今からまた再審査しますみたいな電話もないし、普通に届きますから。うん。まあ、そんな感じでございます。はい。では。